たっての歌詞がエロい小部屋ですね。高価なのに歌詞がちょっとエロくてね。校舎の裏でバナナをパクパク、プールであなたにパパイヤマンゴーってマスカッツやねっての衣装がある小部屋ですね。試合の後で校歌を歌う前に校歌用の衣装に着替えちゃったりして、この学校は AKB 風、この学校は EXILE 風なんつって、中には DJ オズマ風に後ろでパンツ一丁の男たちが踊る学校まであったりして、そしたらアンジャッシュの渡部さんが期待の1年生に脱いだパンツもらってましたってバカ野郎っつうわけで、今週は以上です。今週メールをくれた豚もぐらは、ラジオネーム五本木太郎、オーシャン、バーナード人生、トマソ、以上の豚もぐらでした。次回のテーマ発表するぞ。今週この番組にも新しいこれが来たっつうことで、こんな AD は嫌だ、送ってこい。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。おぎんぽ45度。最も興奮したとき45度にそそり立つというおぎのちんぽ、通称おぎんぽ。おぎんぽが45度になる有名人とのシチュエーションをおぎさんに判定してもらいましょう。はい、うん。ラジオネームブレイク、うん、周りの女の子は香水のいい匂いなのに、うん、一人だけ脇臭い荒垣結衣、うん、荒垣結衣、いいね、うん、いいね、なんかね、荒垣さんでしょ、荒垣、あれ、ゆいちゃんでしょ、ガッキーでしょ、うん、まあまあ、昔からちょっと知ってますからね。ね、若い頃からね。うん。いや、なんだろう、俺らの場合は、うん、あの時はガッキーって高校生、まだ6歳とか7歳とか16歳の時だよね、うん、昔日テレのそのコント番組でしちゃった時じゃ、うん、その時臭くなかったんだよ。ああね、うん、でそれが大人になって臭くなってるってちょっと興奮しちゃうよね。あの16歳から臭いとまた話は違うのよ。あの時仕事してた時が全然臭くないの。で久々に会ったらすげえ臭かったら俺ちょっとどうしたのってなっちゃう。臭くなったんだって。そうそう言っちゃうと思う。臭くなったんだ。大きくなったねみたいな感じだ。そう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 。臭くなったね、あの子全然臭くなかったねっていう、うん。なんかエロくなった感じがするね。それはそれでね。なるほど。うん、これはいいよ。楽器だからまた。楽器ね。うん。ラジオネーム B チクビーム、 B チクビーム、 B チクビーム。ねえねえ、小木さん、スリーパーホールドってどうやってやるんでしたっけ、あれこうでしたっけと、何回も小木を相手に練習して、おっぱいが小木の背中に当たってることを気にも留めない女優の水野美紀。はぁ、美紀ちゃんねぇ。美紀ちゃん、美紀ちゃんって言われたじゃないですか。美紀ちゃん。美紀ちゃん。ああ、そうだね、美紀ちゃん。それ興奮しないわけがないじゃん、普通に考えて。まあね、なんだその胸を、胸を当てたいに来るためにやってるんでしょ、だって当てたいばかりに、気にも止めないのだから、結構それは無邪気な、無邪気な感じでしょ、うん、まあでもそれはなんかミキちゃんの場合はいいよね。ミキちゃんはでまあもうほら36、7ぐらいになってるのかな、40近いんでしょ、ミキちゃんも、うんうん、だそういうのをやっぱ俺は興奮すると思う。なんか子供みたいなミキちゃんは俺なんかいいなと思うな、うん、大人なのにそういうのって、うん、いいね、普通に襲っちゃうから、うん、続いてラジオネームタクヨシロ、小木のチンポがまるでクヌギの木のようにたくましいことから、おぎんぽカウパーを樹液と表現する断蜜、おぎんぽカウパーを樹液と表現する断蜜、なんだろうな、断蜜さんは、もうちょっとなんか、直接的じゃない、なんか、いい表現で言ってくれるじゃない。うん、そっちなんか俺、あ、この子すげえなーっていつも思うんだよな、興奮して。
ああ。頭の回転が速くて。頭いいもんね。頭いいじゃない。うん、なんか、そういう、なんか、カウパーのことを例えてほしくないっていうか。もっとなんか、あ、なんだっけ、ああいう、官能小説って、うん、カウパーのことってあんま言わないじゃん。カウパーのことを、そんな、樹液とかそんな。言わない。言わない。もっとね、そっちの、言葉の魔術師だから、あの人。そっちの方のなんか俺興奮しちゃうんだよね。ああ、じゃあちょっと。そういうなんか。拓吉郎が断密の分散に追いついてないってことね。そう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 。うん。そうなのよ。もっと断密だったら言いそうなことがあると。なんか、すごい、いつもなんかこの人すげえなと思うもん、なんか。すげえ認めてんだね、断密。うん。いや、ラジオで来た時に、あ、この人はすごいって思ったもん。来たもんね。結構早い時期ね。ねえ。そう。来てたよね。来てさ、ボンボン答えられちゃうじゃない。ね、すごいよね。すごいんだよ。のなんか、才能が。文才もすごいんじゃないのだから。うん。じゃあこれはダメだ。ダメ。ラジオネーム、週末美容師。ことが進んで、小木がタバコを吸おうとすると、うん、すっとタバコに火をつけ、一口吸ってから小木に渡す。うん、博多花丸。花丸さんかよ。だよ。かっこいいよね。花丸さん、別にだね。まあまあ、あの人はやってくれそうなキャラだけどね、優しいから。そういう、なんか面倒見がいいイメージあるでしょ。でもなんだろうね、うん。だったら俺、普通にケンコバさんとかの方がドキッとしちゃう気がするんだよね。なんか男らしい方が。あの人なんか、花丸さんってちょっと、うん、なんだろうな、女のような感じ。をする。なんかこう、うん。へぇなんか違うんだよね、そっちだと。やってくれそうな感じするもんだって。やらない人がやってくんないと。男っぽい。あなるほどね。笑っちゃうもん俺、あの、腹回さったら。タバコ一口吸っておぎにやっとして。これさ、タバコ吸ってる彼女と付き合った時ってこれみんな経験あるのかな？なんかさ、昔ってそういうのあったんだよね。俺、運転してる時によく、車運転してる時にタバコって、タバコ吸ってる彼女だったの。そしたら、タバコ、つけてくれて俺に渡してくれるの。ああ、だって塞がってるから。うん。そう、あれ、自分で、うん、そうなの。あれ、やっぱ、火つけるの大変なんだね、運転する時って。そうです。危ないですよ、ね。なんか、そのイメージ俺もそれあったよ。なんかね、これね。昔はそうだったね。タバコ吸ってること付き合ってると、そんな感じで渡してくれたね。そう。俺、その時も、なんかもう、いいよ、と思ってた。なんか。なんか、そういうことしないでって思う。あ、嫌なんだ。俺嫌なの、ああいうの。じゃあ、それは花丸さんでも嫌だよな。それは嫌だ。うん。だ女っぽい人は嫌なの。嫌なのね。うん。ラジオネーム週末美容師連続。小木のチンポを見て一言。うわっ何でっけなぁと思わず、孫悟空の声で漏らす声優の野沢雅子。うん、なんだろうね。ないね、全然ね。うん、別にそこは。ダメ。ダメですよ。あんま好きじゃないの、孫悟空。孫悟空に言われても別にだね。なんだろう、アニメだったら誰がいいんだろうね。アニメだったら。誰がいたかな。クリーミーマミだな。ただのロリコンじゃねえか。クリーミーマミが俺大好きだったんだもん、だって。ただのロリコンだよ、ほんとに。ああいう声、なんかいい。やっぱそういう声がいい。若い、ちゃんとした声。クリーミーマミ違うでしょね。そうだったかな。あれ、この真似すると。クリーミーマミ違う